失礼します。はじめまして、サキです。実はプロレスラーもやってるんです。ほう、それは珍しいな。楽しくなりそうだ。そう言ってもらってよかったわ。名前とか聞いても大丈夫ですか？ああ、桐生一馬だ。桐生さんですね。今日はいっぱい楽しみましょうね。ほんまの親友か。遠慮とかしないで本音でぶつかり合える間柄ですかね。親友といえば、桐生さんは男女の友情ってありやと思います？ありじゃないか。男女関係を抜きにした友人は俺もいるぜ。そうですよね。うち男友達が結構多いんですよ。さきは男としては話しやすいタイプかもな。やっぱりそうなんですかね。男っぽい性格とはよく言われるんですけどね。暗記もとかですかね。基本的にお酒に合うものが好きなんです。ありがとうございます。鍛えたおかげかな。鍛えすぎて腹筋割れてるのが悩みなんですけど。ありがとうございます。店長やオーナーもいい人なんで働きやすいんですよ。プロレスラーのうちを雇ってくれるってのも懐が深いですよね。こんないい子を見つけてくるんだ。いい経営者だな。桐生さんお上手ですね。おだてられたから気に上っちゃいそうです。お休みの日は家で寝てますね。あとはネットショッピングとかかな。お仕事柄平日はめっちゃ体動かしてるんで、休日くらいはのんびりしたいんですよね。クマを倒したんですか？格闘家としてはクマを倒すのが夢ですからね。詳しくその人の話聞かせてください。ああ、まさかこんなに食いつくとは。こんにちは、元気ですか？おかげさまでな。俺実は人見知りなんだ。そうなんや。でもうちとは普通に喋れてるし、うちら相性いいのかもしれませんね。そうかもしれないな。桐生さんの武勇伝とかめっちゃ聞きたいんですけど。そう大したものでもないさ。話せば長くなるが。長くなるんですか？ああ、ほなやめましょう。おいおい、イメージと違うかもしれへんけど、結構いろいろ作れるんですよ。煮物とかも得意です。しかしキャバ嬢とプロレスラーを兼任してるなんて珍しいな。そうですよね。皆さん珍しがられます。実際にやってみてどうだ？物珍しさで指名してくれる人は多いんですけど、いわゆる王道を求めてる人には受けが悪いんですよね。もっと人気を上げていくためにはもっと女らしい仕草とかせなあかんのかな。先は先だろ。え？無理に自分を偽る必要はないと思うぜ。筋肉質なのも含めて立派な個性だし魅力だ。桐生さん、そうですよね。うちちょっと弱気になってました。ちゃんと前を向けたみたいだな。はい、うちはうちらしくナンバーワンを目指していこうっと。ああ、俺も応援させてもらうぜ。
意外と若かったりしそうやしな。39歳でどうでしょう。嬉しいことを言ってくれるじゃねえか。残念ながら40後半だ。全然見えないですよ。若いしお元気ですね。せやな、最近は恋愛ソングみたいな女の子向けの曲をよく聞きますね。ほう、意外だな。こう見えても中身は乙女なんですよ。ふふん、かわいいでしょ。やっぱり年上の人ですかね。リードしてくれる男性の方が好きですね。おお、キリュウさん英語ペラペラなんですね。グッドイングリッシュ。 Thank you. そんなことないですよ。うちはおうち派かな。日頃体を動かしてるんで、休みの日はおうちでのんびりが好きですね。うちも桐生さんとお話できて楽しいですよ。あ、知ってる知ってる。結構前にテレビとか出てた子ですよね。確かティーバックとかいう子たちと組んでコンサートしてた気が。ティーセットだと思うぞ。そうなんですか。勝手に肉食系やと思ってました。その方を信頼されてるんですね、キリュウさんは。うちもキリュウさんとそういう関係になりたいな。恋するとその人に尽くしたくなっちゃうかな。うちは毎日料理を作ってあげたりしたいですね。こんなこと言うとキャラに合わへんとかよく言われちゃうんですけどね。そんなことはないんじゃないか。お前は人一倍中身は女の子だと思うぜ。え、そうですか。そんな風に言ってくれるの桐生さんだけです。嬉しいわ。桐生さん漁もされるんですか。ああ、最近は素潜りをやったりするな。漁なんてすごいですね。取った魚でお料理とかしたら最高でしょうね。眼帯に半裸で独特なジャケット。その真島の兄さんってプロレスラーですか。いや、一般人でもないな。だがプロレスラーも驚くほど強いぞ。なんかめっちゃ会ってみたい。実際に会ったら好きになっちゃいそう。はあ、真島の兄さん。おいおい、今与えた情報のどこで好きになるんだ。これといったフェチはないかもしれませんね。何でも妄想で保管しちゃうので。いろいろと理由はあるんですけど、一番はコンプレックスの克服かな。コンプレックス？うちこんな性格やし、プロレスラーってのもあって女の子として扱われることが少ないんですよね。それを結構気にしてる部分があったりして。なるほどな。だからキャバ嬢として働けば女の子らしさとか身につけることができるかなって思ったんですよね。確かにキャバ嬢として上がっていくには女らしさが重要だ。いい考えだと思うぜ。はい、うちもっと女の子っぽくなれるように頑張ります。まあ今のままでも十分女らしいと俺は思うけどな。一人の女として俺は見てるぜ。キリュウさん、ありがとうございます。そんなん言われたら惚れちゃいますよ。確かに桐生さんって物静かなイメージありますもんね。でもたまには大騒ぎしたりする時とかないんですか。
お前といる時がそうかもな。え、大騒ぎでこんな感じなら通常時は一体。ところで先はどうしてプロレスラーになったんだ。きっかけはあるのか。実は最初は全く興味なかったんです。でも途中から面白さに気づいて好きになっちゃって、気づいたらプロレスに魅了されてましたね。そこからは努力の日々でしたよ。辛いこともありましたけど、なんとかご縁あってプロレスラーになれた感じです。ほう、最初から好きだったわけじゃないんだな。はい、でもとある試合を見てすごい感動したんです。試合を通して生きる力をもらったっていうか、その時思ったんですよね。うちもこんな風に感動を与えられるようになりたいって。俺も感動させたいな。え、じゃあ桐生さんもプロレスラーになります？素質は十分ありそうですけど。いや、夢を語る先が輝いて見えてな、俺も負けられねえと思ったんだ。そういう意味ではもう感動を分けてもらってるのかもな。桐生さん、嬉しいこと言うてくれますね。いつかそれ以上の感動を届けます。プロレスラーとしてはやっぱり頂点に立ちたいですね。プライベートではお嫁さんかな。こう見えても料理も得意ですし、旦那さんにも尽くすタイプやから良妻になると思うんやけどな。自分で言っちゃうのか。こういうのはアピールしひんとな。桐生さんもぜひご検討を。いろいろ歌うけどやっぱり可愛い系の曲ですかね。結構すっきりしますよ。喋り方的には関西の方か。おお、さすが桐生さん、京都出身です。嬉しいこと言うてくれますね。あかん、惚れそうやわ。ほんまの親友か。遠慮とかしないで本音でぶつかり合える間柄ですかね。親友といえば桐生さんは男女の友情ってありやと思います？ありじゃないか。男女関係を抜く。そうですよね、先はやっぱりそうなん。おー、嬉しいこと言うてくれますね。もうほなガンガン行きましょう。なんかの記念日とかで行くならともかく、毎回必ずなんですか？男としては見栄を張りたいもんなんだよ。そうなんや。うちならそのお金をなんか他のことに使いたいな。俺とお前、前にどこかで会ったことないか？え？ありましたっけ？もしかするとプロレスの試合で見たからかもしれないな。ああ、なるほど、それなら可能性はありますね。桐生さんにうちの試合を見てもらってたとしたら嬉しいな。あんまり知らないんですよね。いろいろ行ってみたいとは思うんですけど。お、桐生さんもそっち派ですか？うちもです。日頃体を酷使してるせいか、家でのんびりしたくなるんでな。同感です。桐生さんとお付き合いしたらうまくいきそうかも。ポケットサーキットって知ってるか？もちろん知ってますよ。小さい頃男の子たちに混ざってやってました。
うちはマシンはゴーレムタイガーを使ってましたね。それでモーターは、おお、お前話せるな。プロレスラーとしてはやっぱり頂点に立ちたいですね。プライベートではお嫁さんかな。こう見えても料理も得意ですし、旦那さんにも尽くすタイプやから良妻になると思うんやけどな。自分で言っちゃうのか。こういうのはアピールしひんとな。桐生さんもぜひご検討を。あ、桐生さん、ちょっといいですか。これうちの連絡先、同伴のお誘い待ってますね。プロレスラーになった理由は聞いたが、キャバ嬢をやっているのはなぜなんだ。男っぽい性格やし、プロレスラーってこともあるので、もっと女の子っぽくなりたいんですよね。うちキャバ嬢ならその辺が磨けるかなって。あとはやっぱりお金ですかね。お金？はい、うちの所属団体はメジャーじゃないので、正直貧乏団体なんですよ。だから試合をしてもファイトマネーとか少なくて、結構みんなバイトしたりしてますよ。怪我も多いですから、体のケアとかいろいろお金もかかりますからね。そうなのか。プロレスラーも大変だな。そうですね、いつかプロレスだけに専念したい気持ちもあるんですけどね。俺が食わせてやろうか。ほんまですか？嬉しいです。でも気持ちだけ受け取っておきますね。やっぱ自分の生活くらい自分で支えられへんとダメやと思うんです。人のお財布で生きてる人のプロレスじゃお客さんの心を動かせへん気がして。いい覚悟だ。先はプロフェッショナルだな。ありがとうございます。でもレスラーを引退して、その時お金がなかったら桐生さんに食べさせてもらおっかな。まあ考えておくかな。桐生さん、会いたかったです。これからどこ行きます？カラオケ？いいじゃないですか。ほな行きましょう。いらっしゃいませ、何名様でしょうか？2人だ。料金は2名様で1000円になります。それではご案内いたします。桐生さんの歌もいいやないですか。聞き入っちゃいましたよ。今日はいつもより長く一緒にいれるから嬉しいです。さあどうぞどうぞ。そんなに多くないですね。基本的に狭く深くって感じです。ほう、そうなのか。多そうなイメージだがな。女の子って結構群れたりとかするの好きじゃないですか。うちはそれがあんまりなんですよね。その辺は男らしいのかな。恋するとめちゃめちゃ女子なんですけどね。なるほどな。男としては付き合いやすいタイプだと思うぜ。よかった。プロレス界も男社会ですからね。そういう意味では合ってるのかな。いなくなってしまった人との思い出か。確かにふと思い返す時ありますよね。柄じゃないかもしれへんけど、その人の分も頑張らなきゃって思います。そうだな、それが正しいと思うぜ。はい、桐生さんとこういう話ができてなんか良かったな。欲しいものですか？ベルトかな。ベルト？ズボンのベルトか？
違いますよ、プロレスの方です。ほんまですか？ほな試してみちゃおっかな。確かに運動部でしたよ。じゃあクイズです。何部だったでしょうか？背が高いし、もしかしてバレー部か？おお、桐生さん正解ですよ。よくわかりましたね。長身だとスカウトされるって言うからな。確かにバレーも似合いそうだな。ありがとうございます。お酒ですか？めちゃくちゃ好きですよ。とりあえず焼酎、日本酒、何でもどんと来いって感じです。ほう、若者にしては珍しい。結構渋い酒が好きなんだな。そうなんですよ。チビチビと味わえますし、おつまみにも合うので最高ですよね。ちゃんと飲み方を心得てるな。今日はうまい酒が飲めそうだ。お、いいですね。うちも付き合いますよ。登場会？そんなプロレス団体ありましたっけ？いや、プロレス団体じゃないぞ。まあ、プロレス並みに構想はしてるがな。桐生さん、ジムに通ってはるんですね。適度に運動しひんと、体はすぐ鈍りますからね。いつか一緒に桐生さんとジム通いデートとかできたらいいな。なら、うちが桐生さんを温めてあげよっかな、なんて。あー、こういうのもええな。どうかしたのか、そんなニヤニヤして。あ、すいません、つい癖の妄想が出ちゃいまして。ほう、なんだこのメモは。もしかして妄想メモか？そうです、気に入った妄想の設定を忘れへんようにメモしてるんです。マメだな。忘れないようにしてどうするんだ？妄想代わりをするんですよ。要はまた同じ設定でもう一度妄想を楽しむんです。ほう、いろいろ書いてあるみたいだな。ん？桐生さんの設定？ああ、それは見たらあかんやつです。もう勝手に見んといてください。ああ、すまんな。もう油断も隙もあれへんやから。危ない危ない。だが先を見ていると、妄想ってのも面白そうな気がしてくるな。おもろいですよ、おすすめです。そうや、試しにやってみましょうよ。桐生さんならうちをどんな設定にして妄想します？プロレスラーかな。まんまやないですか。もっと想像力使ってくださいよ。なかなか難しいな。でも実際の設定をもとに妄想することはうちもありますよ。桐生さんがアフターに誘ってくれて、その後にこっそり用意した花束を。おいおい、俺が妄想するんじゃなかったのか？桐生さん、会いたかったです。これからどこ行きます？ダーツとかめったにやらへんから楽しみ。ほな行きましょ。よし、頑張るで。うちそんな上手くないから手加減してね。楽しかったです。また一緒に行きたいですね。じゃあ時間もいい頃ですし、そろそろお店向かいましょうか。
今日はいつもより長く一緒にいれるから嬉しいです。さあどうぞどうぞ。結婚か、そりゃ女の子ですから憧れちゃいますよね。キリュウさんはどうなんですか？俺か？まあしてもいいかもな。お、照れてる照れてる。そんなに長くないですね。まだまだ不慣れなとこも多いです。早く慣れて女の子らしい仕草とかをもっと身につけたいな。何がたいと思います？そうだな、 A 型だ。おお、正解です。団体抗争ってやつですか？プロレスみたいですね。え、何何、どんなことを教えてくれるんですか？実は俺もドラゴンマスクという覆面レスラーになったことがある。そうなんですか？子供たちを楽しませるためにやっただけだがな。だがプロレスの観客を楽しませつつ真剣勝負するってのがすごく難しくてな。そうなんですよね。強いだけでもダメなんです。お客さんをドキドキさせる戦い方ができへんと。ああ、改めてプロレスは奥が深いと思ったぜ。だからプロのお前を尊敬する。キリュウさん、ありがとうございます。レスラー冥利につきますよ。おお、いきなり重い話題降ってきますね。キリュウさん、今日はありがとうございました。絶対絶対また来てくださいね。面白いことか、キリュウさんに会えたことかな。それって面白いのか？キリュウさん、自覚はないかもしれへんけどめっちゃ面白い人ですよ。それってキリュウさんが強そうやからちゃいます？強い人とは勝負してみたくなりますもん。うちも正直キリュウさんとは一回戦ってみたいですもん。おいおい、俺は暴力反対だぜ。多分キリュウさんが言うても説得力ないと思いますよ、それ。趣味ですか？そうやな、妄想とか。妄想？はい、普段からよく妄想しちゃうんですよ。その人と付き合ったらどうなるかなとか。で、どんな妄想したか忘れへんようにノートに備忘録もつけてるんです。じゃあ試しに俺で妄想してみてくれないか？いいですよ。キリュウさんですか。何がいいかな。キリュウさんが実は消防士で、うちと付き合うことになった後火事が起きて、それをキリュウさんが助けに来てくれるんやけど、ちょっとベタすぎるかな。おい、初恋か、もう遠い昔のことのようです。若かったな。はあ、甘酸っぱい思い出。会社を作られて実業家さんですか？お金持ってそうやな。今度連れてきてくださいよ。その人に指名してもらえば。めっちゃ素敵な人やと思います。怖そうやけど実は心の優しい人なんやなって。今日も楽しかったな、ありがとう。いえいえ、こちらこそ。ところでキリュウさん、一つご提案が。
ん？なんだ？この後お時間とか大丈夫です？もしよろしければアフターとかどうかなって。俺は構わないぜ。いいのか？もちろん、血の果てまでついていきますよ。やったー、約束ですよ。じゃあミレニアムタワーの前あたりで待ち合わせでいいですか？ああ、じゃあ後でな。はい。はあ、めっちゃ楽しみ。お待たせ、キリュウさん。ああ、それじゃあ歩きながらどこに行くか決めるか。はい。あ、うん、どうした？あの子、うちのこといっつも会場で応援してくれる子なんです。ほう、さきのファンか。声をかけてやったらどうだ？うん。あれ？あの、もうお金はなくて。はあ？お前の母ちゃんの財布から盗んでくるってことになってただろ。俺たちとの約束破るのかよ。でも、うち貧乏だからそんなことやっぱりできなくて。てめえな、また殴られたいのかよ。お前から金取らねえとよ、俺たち今日遊べないんだぞ。どうしてくれんの？弱い者いじめか。最低だな。あの子、確かに前に話した時に言ってた。悪い連中に目をつけられてるって。その時は逃げずに立ち向かうんよとか無責任に言っちゃったけど、こういうことか。早く助けてあげんと。いや、待て。え？ごめん、もうこういうのやめてくれないかな。はあ？お願いだからやめてよ。てめえ、いい度胸じゃねえか。どうしちゃったんだ？もう逃げたくないんだ。そうですか。なら仕方ねえな。邪魔すんなよ、おっさん。関係ねえだろ。残念だが、関係あるんだ。こいつは、俺の大事な人を支えてくれる大事なファンなんだな。何言ってやがる。もういい。このおっさんから金踏んだくろうぜ。ああ、おっさんだ。おい、こいつにもう一度同じことをやってみろ。その時はこんなんじゃ済まねえぞ。ありがとうございました。いや、俺が助けたのは、お前があいつを応援してくれているからだ。礼ならあいつに言ってくれ。え？サキさん？大丈夫？怪我はない？はい。サキさん、僕、約束した通りに立ち向かいました。結果は助けられちゃったけど。ごめんね、こんなことになってるのも知らずに無責任に立ち向かえなんて言ったせいで。ううん、サキさんが言ってくれなくても僕は立ち向かったと思います。え？
この前の試合、サキさん、でっかい外国人相手に必死で立ち向かっていきましたよね。結果は負けちゃってたけど、僕、あれで感動したんです。サキさん、かっこよかった。僕もあんな風に立ち向かわないとダメだなって。だから、サキさんに言われなくても、僕は立ち向かっていたと思います。サキさん、僕に勇気をくれてありがとう。ううん、こちらこそ。今度の試合、絶対見に行きます。立ち向かってるサキさん、見せてください。じゃあ、さようなら。サキはもう立派なプロレスラーだな。勝敗より大切な、プロレスで一番大切なものをあの子に伝えられたんだから。キリュウさん、うちプロレスラーになってよかった。ああ、ごめんなさい、キリュウさんに喧嘩させることになっちゃって。俺が勝手にやったことだ。気にするな。それにお前はプロレスラーだ。どんな奴だろうと、一般人に手は出せないだろ。うん。さあ、せっかくのアフターなんだ。いつもの明るい先に戻ってくれないとな。うん。せやね。ほな、行く前にちょっとだけ時間くれへん？ん？ああ、構わないか。キリュウさん、さっきはほんまにありがとう。ほんまにめちゃくちゃかっこよかった。あんなん惚れてまうわ。うちまだまだ女の子っぽさが全然足りへんかもしれへんけど、目いっぱい背伸びして今日は勇気出してみようかな。こういうのずっと妄想してたよね。キリュウさん、大好きやで。これからもうちのことずっと見ててくださいね。